尊い。わかりますよ。尊って思ったらなんかね、光をね、なんかね、感じてしまうっていう、いや、俺が暗くて、向こうに光がある、そいつは友達っていう、そういう関係性になぜか記憶が変換されていく感じが昔からずっとあって。今回のピックアップアーティストは長谷川明弘さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。プロフィールお願いします。はい、長谷川明弘さんです。感情、思想、身体、そして生命の存在を仏教思想をベースにした独自の視点から俯瞰し、死生観や人間の存在そのものを問いかける作品を制作発表されています。作品の根底には本人が視覚的にも思想的にも強く惹かれ続けたという幼少期に受けた光にまつわる原体系が大きなファクターとして横たわっています。まあ、まずは作品をちょっとだいぶ趣が違う2つな感じもしますが、こっち側がアクリル板にオイルペイントをしたようなものになっていて、アクリル板に描くって言っても、あの裏表に書いてあって、あ、なるほど。この作品とかですと真っ白な板が向こう側に貼ってあって、でそこの裏にアクリル板に描いた絵とその表側にもう一回描いたやつをバコッとはめ込んであるみたいな。なるほど、まあ、そういう構造になってます、うん、後ろの板には何も描いてないってことですね。そうですね、この作品の場合は何も描いてないですね。ここら辺の緑色とかも、なんだろうな、緑色の顔料を使ってなくて、うん、向こう側に黄色があって、で表側に青が塗ってある。でそれが濃いところは青に見えるし、薄いところとかいい感じのところが緑に見えるっていうやり方でできていて、アクリル板の裏表に作るやり方をすると物理空間上隔ててるんで、混色はできるんだけど濁らないっていうようなやり方ができるよねっていうような。その空間があるとそこに光が入り込むからとか。そうなんですよ、めっちゃ嬉しい。その光の幼少期の光の原体験って何なんですか。僕結構こいつ尊って思った人間に対して尊って思ったら尊いわかりますよ。尊って思ったらなんかね、光をね、なんかね、感じてしまうっていう、いや、なんかすごいスピリチュアルな話になっちゃうんですけど、俺の昔出会った人間的に尊い人たちが、俺が暗くて向こうに光がある、そいつは友達っていう、そういう関係性になぜか記憶が変換されていく感じが昔からずっとあって、みたいなところからずっと光っていうのはテーマに書いてるんだと思うんですけど、なんかその仏教、ね、の思想からとかっていう話もありましたけど、それこそ日本画とかってそういうなんか描き方しません？一見すごい平面的なのに、あそこに見たい寺があるというか、俺はこの寺めっちゃ大事ってなったら、そこめっちゃキラキラさせるじゃないですか。ですごい遠いところにあるのにすごい近くするじゃないですか。近い遠いって話もあるし、やっぱり光ってるって話ってやっぱ重要だと思ってて、やっぱその今でこそ仏像って結構わびさびみたいな対象として語られてるモチーフだと思うんですけど、あの、まあお金持ちが作った、つまり朝廷とかが建てた寺って大体金ピカで、あのもう肌は金ピカだし、螺髪は青だし、言っちゃえばケバケバしい空間として作られていて、あのなんかそことかも、なんだろうな、すごいわかるんですよね。なんか仏光らそうぜみたいな、まあ、経典としても書いてあるんですけどね、あの仏様になると肌が光るみたいなこと書いてあるんですよ、まあ、なんでそこから引用してるんですけど、でもやっぱそれを具体物としてずっと作りたかった、ちょっと一瞬ちらっと出たんですけど、僕実家寺で、まあ、僧侶とかもしているというか、まあ、修行とかもしているので、その感覚すげえわかるから、アクリル板っていうやり方で絵画の中に仏教的な光とかケバケバしさっていうものをなんか変な文脈でギュッと作ることができるんじゃないかなみたいなところを今は研究していたりしてます。ね、こちらも、ね、あ、そうですね、展示でこちらは、じゃあ、すいません、キャンバス作品なんですけど、はい、これはあのモデルがいて、これ野村陽介っていう僕の同級生、めっちゃ固有名詞出しましたね。で今俳優もなんか頑張ってる。あ、そうなんですね。でなんで固有名詞を出したかっていうと、あのやっぱり僕の中では書くときにリアリティがあるってすごい大事だなと思っていて、あの4年間大学ずっと一緒だった同級生とかを書くとかのリアリティ大事だなと思っていて、野村を書いた1枚目みたいな作品があって野村を書いた野村1号、あのなんだろうな、絵描いてよって言われて、いやいやいやと、そんな安くねえぞと思いつつあのでも引き受けて、でもいやいやだったんで、もうじゃあ5時間ぐらいなんか普通にだべっちゃったんですよね、別に描きたくなかったから俺は、でそしたら深夜4時ぐらいになっちゃって、まあじゃあしゃーなし描くかと思って描き始めたら、なんか3時間ぐらいでパコッと完成しちゃって、ですごいそれがいい経験だったんですよね。それは俺の意思じゃないんだが、あの書かされているし、しかしそれを書いている対象は
昔から知ってるっていう状態で絵を描いたの初だったので、それによって今まで全然描いてこなかった絵柄というか、今まで描いてこなかった、なんだろう、無意識の中のノーラインに対する感覚みたいなのがダッと出た気がしてて、なんかそのやり方って結構おもろいなと思ったんですよ。でその後、まあ、パート2パート3みたいな感じでどんどん野村を描いていったんですけど、そいつの作品、キリストの十字架とかなんか作ったり、芸大の時作ったりとかしてたんですけど、それの雰囲気とかもやっぱずっと体験としてあるから、でだからキリストにしようと思って、こいつをね、ちょっとそういう意味だね、うんうん、でタッケーズっていう、あ、ちょっと話ずれるんですけど、うんうん、僕もやっぱ仏教美術も好きなんですけど、やっぱキリスト教美術のタッケーズとかマリア像とかってモチーフとして分かる以上に、これをなんで描かざるを得なかったのかっていう感覚が分かるというか、描きたくなる気持ちすごい分かるんですよね。なんでしょうね、こう遺恨的なこう形とか造形みたいなのが、こうやっぱ仏教とキリスト教でも何かこう共通するものがあったりするんですか？一個だけ共通点あるなと僕が勝手に思ってるのは、やっぱり五行で、昔からキリスト教の美術も向こう、あの、ね、絵の向こうに、うんうん、冠というか、なんか向こうに光ってる、ね、ここあったりとか、白いやつあるじゃないですか、ね、うんうん、でやっぱ仏像を作る時もやっぱそこに五行とかを作っちゃうわけですよね、うん、だからなんだろうな、僕は それって結局尊い人たちとか聖人たちを光らせるっていうことなんですけど、うん、でその感覚がね、前もその原体験も、あの幼少期の尊い人たち光ってるっていう感覚喋ったと思うんですけど、うん、みたいなところに、なんだろう、人類ずっとやっぱ気にしてるところがあるんじゃないかなと思っていて、うん、でそこを一つもうちょっと別のひも解き方をできるんだったら、うん、なんかできないかなと思ってる、うん、これは去年の個展の時の段階ですね。これも結構その光は結構印象的に自分でディレクションしてたんですか？そうですね、ここのギャラリーの場所がすごい光を建造物の中に面白い作り方したりとかもしてて、うんうん、結構この枠のやつも元から、ね、入ってますもんね。そうなんですよ、うんうん、結構すごいそこの光感とかもおもろくて、こっちは地下なんですけど、うん、こっちは完全にもう全部トーンダウンして、うん、暗い状態の中からこの技法をメインにした作品を飾っていて、うん、この時はもっとより具体的なモチーフとして、うん、ライゴーズを描いてたんですよ、はいはいはい、ライゴーズって日本美術でずっと描かれ続けてる、うん、モチーフがあるんですけど、はい、人が死んだ時に仏さんがダーッと迎えに来てくれると、うん、みたいなやつがあるんですけど、で、まあ、経典的には点で別ジャンルなんですけど、華厳経の入仏開本っていう章があって、僕結構好きなんですよ、その章が、うん、なんでそれを僕なりに読み解いた作品とかをモチーフとして描いたりとかした作品を、まあ、展示してたりとかしてたんですけど、実物だともっとよりパキッと見えてくるというか、うんね、パッと見ディスプレイっぽく見えるような画面なんですけど、うんうんうん、まあ、その入仏開本の話ちょっとさせてもらうと、うん、ある男の子がね、はい、俺悟りてーっつって、うん、いろんな林とか森とか人がいそうなところに行くんですよ、うん、俺の聖人はどこだみたいな感じでさまよっていくんですけど、結果いないと、で林の中でいやーマジいねえわみたいな感じになって、なんか落ち込んでる時にパッと顔上げてみると、向こうから金色の獅子に乗った仏さんがバッと来て、うん、君は丸々のところに行きなさいとかっていうことだけ言って、まあ、消えていくと。でそしたらそこに行ったら今学びたいことを言ってくれる人がいて、でまあそしたらそいつは俺はもう教え切ったから次ここへみたいな感じで52人ぐらいかな、人を点々と回っていくっていうすごい物語チックな、まあ、ショーがあるんですね、うん、はいはい、で最終的にそいつはなんか悟ったりとかするんですけど、だからここの林で絶望しててなんか膝を折っているところに仏様が出現したっていう瞬間そのものが僕の中で一番感動的な、まあ、シーンだと思っていて、まあ、それを実はめっちゃちっちゃく書かれてて、ここに挫折している男とここに来てる仏がいるんです。なるほど、マジちっちゃいんですけどえ、これはでもライコーズなんですよね。でライこれはもうダイナミック解釈で、ライゴーズっていうもの、そのライゴーズも結局来るんですよね、うんうん、そう、死んだっていう人生を全うした時に来るっていうのと、うんうん、自分は希望を持って一旦世の中をさまようんだけど、まあ、強い言い方をすると絶望して誰もいない、いや俺もどうにもならないっていう絶望の時に来るっていうのって、うんうん、なんか似てる気がするんです、体験というかシーンとしてね。なんで僕はそこはもうダイナミック解釈で、ライゴーズとその入仏開本の章、俺が一番好きだった章をギュッと一体化しちゃったっていうのが、うん、この作品なんですけど、そのまま10代とか20代の人たちに話したら
仏教マジ面白そうじゃんみたいになりそう、ね、ですよ、ね、ちなみに近々何か展示される予定とかありますか。まあ、僕修士2年なんで、はい、あまだ実はそうなんですね。今年芸大で終了しますっていうのと、うんうん、ルート系コンテンポラリーっていうギャラリーがあるんですが、うんうん、あのそこで2回目の個展をダンと大規模にやろうと思ってるんで、あのいろいろと追ってもらえると嬉しいな、はい、皆さんと楽しみにしていただければ、ね、僕も行きたいです。というわけで本日のゲストは長谷川明弘さんでした。ありがとうございました。国内最大級のアートとカルチャーの祭典 Meet Your Art Festival 2023の開催が決定しました。今年はさらに規模を拡大し、天王洲運河一帯を4日間にわたって弱します。100名以上のアーティストの皆さんにも参加いただく予定です。開催日時は10月6日から9日まで。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。そういうフードとかファッションとかそういうものに関心を持ってきた方もいらっしゃる流れで、アートフェアに行ったりとかエキシビションに行くとか、その対話がアーティスト側がすごくなんか楽しかったというか、すごい意義のあるものだったみたいなことを感じているという感想を聞きましたよね。そうですね。